今日は結構どんより曇ってて、今雨がポツポツ降ってます。やっとホミの念願のラーメン屋に歩いて向かってます。今日こそ行けそう。この嵐担々麺ってやつ、ただの担々じゃなくてね。これがいいな。タンパク質ちゃんと入ってる。これ何も ほとんど入ってないね、タンパク質。ここ消えてる。あ、じゃあ海苔か。海苔だから。なるほどね、消えてるんじゃない。ほらほら、ビール頼める。ビール頼みたいよ、今度来たら。今日は仕事だからあれだけど、ビール頼んでもいいね。仕事も全然先だから、別に一本二人で食べてもいい。あ、今日今から飲んじゃう。もう飲んでもいいんじゃない。ちょっとまだ1時だよ。まあね、みんなやつ届いた。美味しい担々麺。兄ちゃん、卵めっちゃ半熟で美味しそう。ね、ブラック担々麺の卵たくさんのせ美味しい。ごめん、美味しい。汁の濃さっていうか、あ、美味しい、美味しい。うん、美味しい。ごちそうさまでした。食べちゃった。食べどんだな。じゃあ今からさらに調子こいてカツカレー食べに行く。どこでいいんだね。え、どこで店の中で食べる。トゥーゴーランドどうすんの。どこで食べるの。食べれるかな。外で食べる。いや、だからそうじゃなくて、結構当たり前のように外ですよって思って。やっぱり雨の1時40分ランチ終わってるでしょ。Hi, you have a number? No, I just want to order that. To go? Yes, please. Can I get a boy? あ、カツカレー1つ。カツカレー1つ。はい、以上でよろしいですか。じゃあ15ドルと25セントです。カツカレー2号です。昨日からカレー食べたかったから嬉しい。昨日の夜からカレー食べたかったんで、カツカレー買った。しかもね、カレーを別に入れてくるっていい感じなの。それはどうでしょう。そう、そういうもの。これどういうぐらい時間かかるか分かんないから。まあ確かにカレーがもうかかってるって。そうだけど、そうだけど、雨が降りそうで降ってないから、このままピクニックでカレー食べる。どこに行こうか。公園から、ここにする。
今日の川の色あんまり綺麗じゃないね。昨日雨でダメ。そっか、昨日雨だったから購入してた。日焼け止めまず塗ろう。そうなんです。嫌でしょ、うん、なんかさ、思ったより色々入ってる。ほら見て、うん、ご飯とカツだけじゃない。なんか優しい。このブロッコリーとかさ、野菜も入れてくれてる。なんか嬉しいね、うん、丁寧だね。あ、でもテイクアウトだから仕方ないけど、スプーンのさ大きさがデザートスプーンだよね、これ。まあ、ないよ、ないもんね、その企画のやつがね。カレーの匂い。うん。本当はさ、日本の洋食屋さんみたいなカレーが食べたかったんで、もっとなんかあんじゃん、濃い茶色のやつ。黒に近いよね。まあでもしょうがないね。ちょっと。うん。甘い感じの日本のカレー、うん、すごい。水筒ウーロン茶持ってきた。よかった、持ってきて。合わせて食べるんだよね、多分。うん、ミルコは自分の好きなカレーの量で食べるから、うん、これでしょ、うん、だからもしまだお腹したらカレー追加で頼む。そうでしょ、うん、だから俺はで、カレーがまた余る、うん、ご飯また追加で頼む。さすがにお腹いっぱいで、ホミにご飯、余ったご飯押し付けてご飯だけのことなんだよ。今からスーパーに向かって、スーパーでちょっと買い物してから家に帰る。今日さ、めっちゃタイミング良くない？食べてる間はさ、降ってなくて、食べ終わった時に今降り始めたじゃん。ちょっとタイミング良くない？なんかプライドのなんか渡るやつ、プライドマーク、ここに新しくできたみたい。ああ、今度は卵とか買う？卵もこれで買うのが当たり前になったね、うん、10個じゃなくて、うん、なんか CM とかあるじゃん、ある。牛乳とか買うのっていいじゃん。え、それも、え、大丈夫？そんなでっかいの買って、うん、すぐ飲める？あ、そう。じゃあこれが2リットル、これは4リットル全然。これで俺はビットで飲めたもん、うん、買ったら。いや、もう当たったらいい。あったかい水みたいな感じで飲むよ。じゃあ別にいいけど、4リットルも？うん。だって俺水だってすごい飲むじゃん。でもさ、あったら飲むのと、飲みたいから買うのはまた別の話じゃん。だから飲みたいんだけど、気にはないから飲まないだけで。あ、そう、じゃあ買えば。え？最後で、重いから最後に。でも、もう安くなってないけど、もうこれしかないもんね。え？あれ使うよ。チェリー買う？チェリーも安く？確かに。サンドル、この辺で買ったのと同じ。横が1個、本当に1個買ったのね。チェリーもでも今季節なんじゃない？チェリーって好きなの？別に美味しいと思うけど。でもチェリーだけで食べることを考えたことない。チェリー今季節だから。雨はめっちゃ降ってきた。ありがとう。
昨日の出話。お腹空いたからちょっとご飯前に今これいちごチェリーとあと一個ここネクタリン食べる。コーヒー入れた。よいしょ。あと4分でご飯炊ける。ご飯炊けたら豚キムチチャーハン、目玉焼き肉のお茶を作って食べる。ホミンが昨日牛乳買ってたからコーヒー牛乳入れた。いただきます。ありがとう。いい感じで辛くて美味しいよ、ほんと。うん。デザート、あんバタートースト。めっちゃもりもりで乗せた。うん、あとこれ、あの台湾の日本風の大福、タロイモのやつ食べる。